これからレクシブの渡辺社長との対談をしていきます。いやなかなかいいインタビューの動画が撮れました。あとは、次に CIC に戻って、某銀行の副頭取の主催のイベントがこちらに参加してきます。いや今日は全然 Vlog が撮れませんでしたが、なんかミーティングがいろいろあったり、授業が進捗したりと結構いい感じの日でした。まあ、特に試合ねさんとプルスですけどもの採用という観点でミーティングができてすごく良かったです。まあ、脱炭素領域に特化したエージェントというふうに名乗る以上はそこの領域で求められるポジションにしっかりこう採用支援あるいは転職支援ができるようにいろんなご相談者の方になんかリーチできるような仕組みというかチャンネルを作っていきたいなと改めて思いました。ココちゃんが待ってるので帰ります。ただいまだはい、今日はもうそろそろ寝ますが、明日は朝早くから人材障害会社の免許の申請の手続きのために労なんとか労働局に行ってきます。今月の一番のミッション、外せないミッションは滞りなくこの免許の申請を進ませるということなので、もうマストでここは準備をしていきます。はい、今から、労働局に行ってきます。まあ1回目は確実に却下されるということなので、まあ、情報収集がてら行ってきます。はい、今労働局の面談を終えました。まあ労働局もそうなんですけれども、まあ、1難去って2難ぐらい重いのが降ってきて結構大変だなというそんな感じですね。ありがとうございます。デジタルクイットの豊田社長との YouTube 撮影終わりました。いやめちゃくちゃ刺激をもらえて面白かったです。Good morning.ですよ。で、いいもの提供してくれたら相手がスターパッ、ちょっとなんか寝不足なのか眠気がするので休憩があってたら昼ご飯食べに行きます。今から別プロジェクトで、TikTok の撮影をします。ちょっと遅刻をしておりやばいです。おはようございます。あ、どうもありがとうございました。いや失礼します。いや今日は7アポで結構バタバタしてますが、まあでもなんかいろんな人と話せて楽しいですね。いやなんか価値を出していきたいなと思います。はいはい、取られるのは慣れてないいや終わらん終わらんですが帰ります。ココちゃんが待ってるので帰ります。
芦屋市に移動します。最近はもうまぶしすぎてサングラスは必須になってます。 How are you doing? OK? Wow. それしないと。いただきます。めちゃくちゃ美味しい。はい、今週も平日ルーティンご覧いただきましてありがとうございます。まあ、今週はちょっと金曜日の夜にもう疲れて寝てしまったので週末に撮っていますが、まあ、1日平均5アポぐらいありまして、クライアント候補の企業さんとかですね、 YouTube の撮影とかその他もろもろ対応しておりました。まあ大変ありがたいですし、非常に面談一件一件のミーティング楽しいですね。ですけども、企業始めのボーナスみたいなのはもう終わるかなと思いますので、これから実際に事業化に向けてより本格化していきたいなと思っています。で、まあ、来週からゴールデンウィークの直前期になりますけれども、ゴールデンウィーク後にグリーンリスキリング講座のリリースを予定してまして、まあ、そちらに向けて最後急ピッチでウェブサイトとか告知文とかプレスリリースとか作っていきます。もうここはある意味一つ大きな勝負山場でもあるので、そちらぜひ成功させたいなと思います。今日は、これから美術館に行って、英気を養ってこようと思います。この動画がいいなと思ったら、グッドボタンの高評価、よろしくお願いします。ではまた、来週の平日ルーティン、ご覧ください。ありがとうございました。